玉スタジアム2002、サッカー専用スタジアムというだけあり、ピッチとの距離がとても近く感じます。この時間は日本対韓国、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。このゲーム非常に楽しみなマッチアップとなりました。北澤さん、このお互いのプライドをかけた一戦、どのあたりが注目でしょうか。そうですね、エキシビジョンといってもやっぱりお互いを意識する相手ですよね、はい、その中でいかに熱くならずにプレーできるか、自分たちのプレーをできるかが重要ですよね。なるほど。前半ゲームはスタートしています。AFC アジアカップ、日本対韓国、数々の歴史を刻んできた注目の一戦、サイドをご紹介しましょう。右から左に韓国、そして左にエンドを取ります日本。ファン・インボン、いや、これはカウンターのチャンスですね。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。イキジェ、抜けてくる、どうだ、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。ソルヨング、さあ北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。ソン・フンミンですよね。今アジアでは最高レベルの選手と言ってもいいでしょうね。やっぱりスピードを生かした突破からのシュート、両足使えるテクニックというのが魅力ですよね、まあ、それにハードワークできる献身性もあるので、チームにとっては欠かせない存在ですよね。そうですね。さあ今日は得点に絡む活躍を見せることができるのでしょうか。柔らかいボール、これ仕掛けるか、チョン・スンヒョン、まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。チョン・スンヒョン、キム・ミンジェ、ワイドに使ってきます。エンド、早いですねプレスが。さあカウンターのチャンスになります。ファン・インボム、エンド、ここからカウンター早いでしょ。伊藤から南野、南野から伊藤、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースへ、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。スペースにいいボール出たんですけどもね。これは合いません。裏を狙う、どうする、これはオフサイド、ソン・フンミン、鈴木のセーブ。富安、板倉、伊藤へ、もう30分を回ったところです。裏へ出るか、これはクリア、富安へ、いいとこ入りますよ、伊藤、伊藤、伊藤、これはディフェンス素晴らしい対応。うわ、すごい反応でしたね。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。パクヨン、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ファン・インボム、パクヨン、さあソン・フンミン、中村へ、上田、上田から左サイド、クロス入れてくる、クリアです。キム・ミンジェ、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。
イ・キジェ、ファン・インボム、キム・ミンジェ。前半の41分を回りました。ソル・ヨング、イ・ガンイン、アーリークロス、そのままキーパーが抑えました。ここで収まる。日本カウンターを仕掛けます。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。さて北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。消耗してる中で選手起用、そういった形でどうするかですよね。まあ、本当に変えることによってね、それは本当勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。さあ後半も両者の誇りをかけた激突が見られるのでしょうか。この熱戦堪能しましょう。 AFC アジアカップ日本対韓国、両チームスコアレスで折り返します。早々とこの後半始まっています。引き締まったゲームになってますけど、まあ、終わるとは思いませんよね。はい、大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドのアプローチは単に前、おっと抜けてくる。さあ勝負だ、シュート、きた、先制、日本ようやく均衡を破ります。日本得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。日本はここで1回目の選手交代です。彼はスピードありますからね。それを生かした攻撃をしたいということでしょうね。さあ日本、この大事な試合で貴重な先制ゴールが決まりました。やっぱりライバル相手なので、いつもとは違う意味を持つ一点ですよね。これはサポーターも盛り上がりますよね。そうですね。中央へ、鈴木しっかりと抑えました。伊藤、富安へ、伊藤、中村、伊藤へ、前田、森田、ファン・インボム、ソン・フンミン。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。前田から南野、伊藤、自分で行く、パクヨン、ここは繋がりません。ロングボールで展開、チョン・スンヒョン、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。イ・ガンインからソン・フンミン、この位置で受ける、これは合いません。ここかわす、チャンス来た、クロスを折り返す、ちょっと合いませんでした。さあ左へ預けて、森田、絶好の位置で受ける、ボールが収まる。積極的に足を入れてきます。取らないですかレフリー。さあここで点が取りたい。このカウンター、
イキジェ浮き球を使う。おっと、韓国としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、流れをつかみたいところです。日本カウンターを仕掛けていきます。ここで受けて、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。前田、さあここでカウンター、前田から右へ、積極的なディフェンス。ここはつながりません。富安、板倉、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。セットプレーのチャンス、ここで追加点のチャンスです。直接、速いボールで直接狙ってきましたがゴールにはなりません。キムジンス、これはなかなかこじ開けられない。久保に渡ります。抜ければシュート、キム・スンギュ。いやー、キーパー素晴らしいですね。何が何でも止めてやるっていうね、そういう気合を感じるセーブですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ちょっと小さい、シュート、これは見事なシュートブロック。いや、読みが冴えてますよね。日本は3本目のコーナーキック、これはクリア。日本としてはいい形作ったんですけどもね、リードしている状況なのでもう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。これは合いません。プレッシャー来ますよ、プレッシャー来ますよ。中村、前田、堂安、これもファールですもんね。ちょっと距離ありますよね。久保から旗手、キム・ジンス、カットに行きます。遠藤、パースをつなげます。旗手から堂安、ソン・フンミン、裏へ届くか、これはどうだ、渡ります、コース開いた、シュート、いやー、追いついた韓国。この時間で追いつくことに成功しました。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。
これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。韓国同点に持ち込みました。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。ドアゲ、ここは対応します。ここは大きくクリア、ピンチを出します。ファン・インボン、ソル・ヨングウェ、チョン・スンヒョン、ソン・フミンから左へ、いいボールですね。ここはすぐ奪い返します。浮き球を選択、ファン・ヒチャン、いい守備で奪う。チョン・スンヒョン、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。パク・ヨンウェ、ムン・ソンミンへ、ムン・ソンミン、シュート、最後まで逆転を狙ったんですが、ここで終了の笛。1対1、このゲームはドロー、両チーム一歩も譲りませんでした。激しいライバル同士の戦いに幕が下ろされます。さあいかがでしたか。お互いに相手には好きにはやらせないというライバル同士ならではの球際での駆け引きもありましたし、素晴らしいゲームになりましたよね。次の対戦が楽しみですよね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 AFC アジアカップ1対1の同点で終了しています。